さをしている。そしてこっちにいるのが副本館のニック、そしてピーター。皆さんどうぞよろしく。早速だが皆さんにお願いがある。私たちが住んでいるこの場所は実はとても危険な場所なんだ。なぜならあの壁の向こうにはディーコン率いるスモーカーズという凶悪な侵略者がいる。奴は多くの武器を持っており非常に危険な奴だ。この水上要塞も狙われるかもしれない。もし奴らがこの水上要塞を襲ってきた時には皆を我々の仲間となって一緒に戦ってもらいたい。みんな一緒に戦ってくれるか。奴らと戦うのか。答えは簡単。そう、ルーイングだ。みんな両手を高く上に上げるんだ。そうだ、一番後ろちゃんと手を挙げろ。見えてるからな。端っこそっちちゃんと上げてるか。手を振るんじゃない、手を挙げるだけでいいんだ。そうだ、反対側そっち大丈夫か。望遠鏡を構えている場合ではないからな。そうだ、そして親指を出してその親指を下に向ける。そうだ、そしてうーという気持ちを込めて思いっきり手を振る。ちょっと待ってね、誰がブーって言ったやつ。いやでもね、みんなねこのようにブーって言いたいよな。すごい気持ちはよくわかる。でも時代なんだよ。これしか私たちには方法がないんだ。よし、じゃあ一度みんなで練習してみよう。構えて、あっ、ディーコンだ。はい、静かすぎる。ダメだ、どうしたニック。声が出せない、声が出せない、そんな時代なら、足で音を鳴らす。ああ、このように、おお、なるほど、足踏みで音を鳴らすというわけだ。なるほど、いく、いいアイデアだ。よし、じゃあ一度みんなで練習してみよう。いくぞ、構えて、あ、ディーコンだ。はい、おお、なるほど、ニック、いいアイデアじゃないか。音を出すことで奴らを威嚇して追い返すという作戦か。どうぞピーター。足だけじゃなくて、なるほど、頭脳戦というわけだな。よし、じゃあちょっとどのような方法があるかやってみてくれ。あ、さっきのブレイング、足も使って頭も使う。ピーターのアイディアやってみようか。よし、どう、構えて、あっ、ディーコンだ。はい、頭も使って、あ、もしもしだと、もしもしだと、ピーター、まだですか、まだですか、まだやるのか。ちょっとやってみよう。いや、ちょっと待ってくれピーター。お前も結果変動じゃないか。もう戦えない、それじゃ意味がないんだ。さっきのニックのアイデアでやってみよう。さあ、行くぞ、構えて、あ、ディーコンだ。はい、やっぱりこっちがいい。みんなすごく良かったぞ。このブリンサイはきっと奴らを追い返せるに違いない。よし、行く。ピーター、仕事に戻るぞ。マーク、見張り頼んだぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くした。
あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは、誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。Thank you.
タイガーウッズです。あの今俺のボールどこ行ったかな。あそこだ。あいつ取りやがったぞ。待て。こいつら必要になることがあるかもしれない。それはしまってけ。持って帰っていいよ。ありがとう。兄弟がしよう。リンコン、お前たちなんかと兄弟になるつもりはない。おい、黙らせろ。いたかリンコン、黙るなんてな、二度と言わせるか。ドライランドだ。我々は道路を敷き車を走らせる。上質な土地を整備し優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の記念碑を建設するんだ。そんなこと私が許さない。バニラもね。ゲート閉める。何？あの半分魚のお前の連れか。俺の目えぐり出したやろな。女話してやる。どうだ。いらない。そうか。俺と対決したいか。いいな。ゲームをしよう。女見てろ。おい、何が捉えたか。この男です。土を持ってました。土か。なるほど。生き方を知りたいだろう、ドライランド。さあ、ゲーム開始だ。最初に話してくれたやつが生き残る。どうだ。やめて、彼を知らない。やめろ。ゲームはお前の勝ちで生き残りだ。貴様の負けだ。そいつ落とせ。うせ、やめろ。水だけど俺たちもケチだ。これ。
じと狙え。行け行け、構えが詰まった。マリア、違うってお知らせ。てめえ、なんとに俺様の野望が潰されたのだ。エラのついた半分世界のこんだけ武器だ、武器。やってやろう、バリア。俺様とお前、人間対魚の勝負だ。貴様の仲間は全て殺した。俺様を誰
が止まることができる。お前か、その足や立つこともできるだろう。このウォーターワールドのリーコン様が出演しよう。新しいオーストランドもトライランドもそれの運命だ。ねえリーコン、なんだ、ウォーターワールドへ。ウォーターワールドのキャストです。